おいおいおっさん、裾が汚れちまったじゃねえか。これヤンキー高校生伊吹荒くん、彼の使命は100億の懸賞金がかけられた大好きな赤羽骨子をバレずに守ること。だがボディーガードは一人じゃなかった。はぁ、3年4組赤羽骨子のボディーガードさ。あんた弱すぎ。僕らは全員それぞれの得意能力を鍛えられたスペシャリスト。殺し屋の皆さん頑張って。赤羽さんとデートしてきてよ。デート？赤羽の視界を遮る。目閉じろ。もうやだ。彼らの前に最強の敵が現れる。赤羽骨子、殺せ。赤羽の姉ちゃんだ。どうやら裏切り者がいるらしい。そいつを見つけ出してもらいたい。みんなを見捨てろってのか。君たちは弱いんだよ。この戦い僕らの負けだ。誰かを守るってのはその人が大事にしてるもの全部を守るってことだ。赤羽を守るってことは3年4組を守るってことだ。赤羽骨子のボディーガード、俺と結婚しろ。赤羽の方がゴタイプだ。行っちゃったよ。